はい、2回目の動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回の動画では、実際の試験にも出題されるような2つの問題を解説していきます。まだ勉強されていない方、勉強を始めて間もない方にとっては少し難しく感じるかもしれないんですが、今は分からなくても大丈夫です。ただこれからあなたが勉強を進めていく中で必ず直面する課題になりますんで、問題文が理解できないなと思った時は、ぜひこの動画を思い出してください。では2回目の動画に入ります。はい、それでは2回目の動画をお送りさせていただきます。まだ1回目の動画、ご覧いただいてない方は先に1回目の動画を、ご覧いただいてから2回目の動画をご覧ください。1回目でお伝えした内容、簡単に言いますと、理解学習をしないと合格はできませんよと。丸暗記学習をしていたらどれだけ勉強しても合格できません。丸暗記学習はやるだけ時間がもったいないし、間違った勉強の仕方を習慣化してしまうから、やればやるほど合格から遠ざかってしまうんだよ。だから丸暗記学習は絶対やめましょう。理解学習に勉強のやり方を変えていきましょうっていう話をしましたね。で、今回2回目は何をお伝えするかっていうと、その理解学習って具体的にどんなものなのかっていうのを、今回具体例を出しながら解説します。で、理解学習っていうのは実は大きく分けて3つの要素に分かれてくるんですね。1つ目が問題文の理解。2つ目が質問内容の理解。3つ目が解説の理解。問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解。この3つに分かれてきます。この3つは全て重要です。全てできなければ、実際点数っていうのは上がってきません。実力は上がってきません。だから3つをちゃんとこなしながら勉強を進めていくっていうことが合格に近づくんだよっていう話なんですね。ではまずはじめに問題文の理解と質問内容の理解、この2つをね、同時にお伝えしていこうと思います。で、これを解説するにあたって先に宅建業法の法律ルールを先に頭に入れていただきます。これどういうことかっていうと、実際問題あるじゃないですか。問題があって、市販の過去問集だと解説が載ってると思います。その解説部分を先に頭に入れていただきます。で、入れていただいた内容を踏まえて、じゃあ問題をどうやって解いていくのかっていうのをお伝えしますね。なんでこのようにするかっていうと、ポイントが頭に入っていても、実際問題は解けない場合が多いんですよ。だから、ポイントを頭に入れながら、じゃあどうやってそれを使っていくのか。使っていくのは具体的に問題文を理解して、質問内容を理解したら答えて導けるんですね。それを実体験していただきたいと思います。まず頭に入れていただきたいのはこれですね。従業者の守秘義務の話です。従業員っていうのは、例えばお客さんからお申し込みいただいたりした時に、お客さんの情報をもらうじゃないですか。住所とか電話番号、名前とか。そういったものを人に漏らしちゃダメだよっていうようなルールなんですね。で、具体的には、宅建の従業者、まあこれ今から話す取引士も含めてなんですけども、お客さんの秘密を原則漏らしちゃダメですよと。原則は漏らしちゃダメ。ただし例外として正当な理由があったら漏らしてもいいんですよっていうようなルールなんですよ。で、じゃあ正当な理由がある場合、この正当な理由ってどんな場合かっていうと、大きく分けて2つあります。もっと細かく言ったらもっとあるんですけども、まあ2つだけ頭に入れておいたらいいでしょう。一つ目が、裁判での証人になって証言をする場合。裁判で証言をする場合ですね。二つ目が、本人の同意がある場合。まあ、つまり、お客さんが漏らしていいよって言ってくれた場合ですね。そういった場合は、例外的に漏らしていいんだよっていうようなルールなんですね。で、これを使って、じゃあ実際の問題を解いていきますよって話です。じゃあ問題文読みますね。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、言葉でお伝えしていきます。宅建業者の従業者である取引士は、宅建業者の従業者である取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけない、丸か×かっていう問題です。まあ、取引士いますよね。取引士は、本人の同意がある場合を除いて、正当な理由がある場合でも、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密。これを他に漏らしちゃダメです。丸か×かと。まあ、いうような問題なんですよ。大体ですね、この問題が理解できない方が多いんですね。それはなぜかっていうと、このね、何々を除きっていうね、この言葉。これがね、ほんと分かりにくいんですね。これをじゃあどうやってこの問題文を理解をしていくのかっていうのを今回お伝えします。この何々を除きっていうのは例外なんですね。
問題を読むときに例外部分、これ今括弧で、くくってますけども、何々を除きっていう部分は飛ばして、問題文を読む。で、これを飛ばした他の部分が原則に当たるんですね。原則、こうだよ。で、例外はこうだよと。例外はここにありますよって話なんですよ。じゃあ、それに基づいてちょっと読んでいきますね。宅建業者の従業者である取引士。まあ、取引士がいるわけですよ。取引士は、正当な理由がある場合でも、知り得た秘密を他に漏らしちゃダメなんだって言ってるんですね。まあ、宅建業の業務を補助したことについてっていうのは、例えば今言ったような申し込みの時にね、申し込みしていただいた時に、お客さんの住所とか電話番号とか氏名とかね、いただくっていうのかな、書面に書いていただくじゃないですか、申し込み書とかで。そういったもので知り得た秘密を他に漏らしちゃダメだよって言ってるわけですよ。つまり原則取引士は正当な理由がある場合、ありでも、あった場合でも漏らしちゃダメなんだって言ってるんですよね、問題文で。ただし、例外として、本人の同意がある場合を除きだから、本人がある場合は、漏らしていいよって話です。例外っていうのは原則の逆なんでね。原則では漏らしちゃダメだよ。でも、例外的に、本人の同意があったら、漏らしていいんだよって言ってるわけなんです。で、ここまでが問題文の理解なんですね。問題文の理解。これを分解すると、原則取引士は正当な理由があっても漏らしちゃダメなんだ。ただ例外的に本人の同意があれば漏らしていいんだ。ここまでが問題文の理解。じゃあ、こっから質問内容の理解に入っていきます。質問内容の理解ってどういうことかっていうと、これが正しければ、すべて正しければ丸なんですね。一つでも誤りがあったら×なんですよ。これが質問内容の理解です。どういった場合に丸になって、どういった場合にバスになるかっていうのを考えるってことです。今回、この原則例外、まあ、二つね、行になってますけども、二つありますよね。これが全て正しければ、上も正しい、下も正しい。この場合は丸。上、もしくは下。一つでもバスがあれば、もちろん上も下もバスの場合も含めて、一つでもバスがあったら、この問題はバスなんですよ。じゃあ、これをね、一番最初にお伝えをしたルールを元に丸かバツかを考えていきます。パッと見バツってわかるんですよ。なぜかっていうと、これなんとなく違うんですよね。文章が。なんとなく違うからバツってやる人いるんですけども、それではダメなんですよ。なんでバツなのかっていうのをちゃんと論理立てて、答えを導くっていうことを日頃からやらないと、いつまで経っても実力が上がらないんですね。で、やっぱ多くの方が、そんな論理だってね、物事を考えることなんか無理だよって言うんですけども、その論理力、論理立てて考える力っていうのは、これは中学校の国語レベルぐらいなんですよ。だから結局はね、誰でも、ちゃんと、勉強すれば力をつけることできるんです。論理立てて考える力をつけることはできますんで、絶対諦めないでください。では、法律と問題文を比べていきます。法律ではね、従業者である取引士は、原則お客様の秘密を漏らしちゃダメだよ。でも例外的に正当な理由があったら漏らしていいよって言ってるんです。正当な理由があれば漏らしていいって言ってるんですね、法律はね。こっち見ましょうか。原則取引士は正当な理由があった場合でも漏らすなって言ってるんですよ。もうこの時点で違いますよね。だから答え×なんですよ。一つでも誤りがあったら×なんですね。じゃあ一応ね、下も見ときましょうか。例外で言うと、本人の同意がある場合に限って漏らしていい。ここにね、例外書いてあるんですけども、本人がある場合を除きだから、本人がある場合に限って漏らしていいって書いてあるんです。本人がある場合に限って漏らしていい。でも例外どうでしょう？法律の例外では、正当な理由、本人の同意だけじゃなくて、例えば裁判での証言とかでも別に漏らしていいわけですよね。だから、例外も実は間違ってるんですよ。まあ、だから結局結論としては間違いなんですね。まあ、二つとも間違ってるから間違い。一つでも間違えれば間違いなんで、バスなんですよね。じゃあね、ちょっと一つ、問題出します。この正当な理由がある場合、ここがなかったらどうなりますかって話です。これなし。ここはなしです。ここなし。つまり、宅建業者の従業者である取引士は、本人の同意がある場合を除き、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしちゃダメだよ。丸か×かっていう問題です。この場合も先ほど言ったような問題文の理解の仕方。この例外は飛ばし読むわけです。で、今回ここの部分ないんで、これも飛ばしていいですよね。なしなんでね。そうすると、宅建業者の従業者である取引士は、
秘密を漏らしちゃいけないよ。これないんでね。秘密は漏らしちゃいけないよ。漏らすな。例外的に本人の同意がある場合に限って漏らしていいよ。っていう問題になるんですよ。じゃあこれは丸か×かっていうと、これも実は×なんですね。なぜかっていうと、本人の同意がある場合に限って漏らしていいんですよ。それ以外は漏らしちゃダメっていうことですよね。裏返すと。この場合だけ漏らしていいんで。でも、法律ではどうなってるかっていうと、正当な理由。つまり、裁判の証言だったり、本人の同意があったり、そういった場合は漏らしていいわけです。本人の同意だけじゃなくて、裁判の証言についても漏らしていいんですよね。つまり、この場合に限ってるわけじゃないんですよ。だからこの問題も罰になります。この正当な理由がある場合でも、これを外したとしてもね、罰になりますと。これが問題文の理解と質問内容の理解なんですね。非常に重要なノウハウになってきます。法律を知っていても、実際問題が解けない、本試験で見たことがないような問題が出たら解けない原因っていうのは、今言った問題文の理解と質問内容の理解ができていないからなんですよ。逆にそれができていたら解けるんですよね。それぐらい重要なノウハウなんで、ぜひ実践してみてください。で、これができていないと、引っ掛け問題にも引っかかったりするんですね。今パパッと聞いて、あ、それだけなのって思ったかもしれないけども、それだけなのって思った方はおそらく来年も落ちちゃいます。次の試験も落ちちゃいます。この問題文の理解と質問内容の理解がちゃんとできていれば、引っ掛け問題に引っかからないんでね。つまり確実に点数を伸ばしていくことができるんですよ。だからこそ重要なノウハウなんですね。なんで今言ったこれについては軽視せずに絶対に頭に入れておきましょう。そして日頃の勉強で実践していきましょう。では続きまして3つ目の理解学習の要素に入っていきます。それは解説の理解なんですね。3つ目の要素は解説の理解です。解説の理解をお伝えしていくにあたって代理権の消滅事由についてお話しさせていただきます。代理権の消滅事由っていうのはどういった場合に代理権が消滅するんですかっていうようなことが書いてあるんですね。で、実際16のポイントがあります。法定代理における本人が死亡した場合、代理人が死亡した場合、また本人が破産した場合、代理人が破産した場合、本人が後見開始の審判を受けた場合、代理人が後見開始の審判を受けた場合、本人が解約の通知をした場合、代理人が解約の通知をした場合、これが今法定代理の話で、同じく任意代理についても、同じような項目があるんですね。で、多くの方がこれ丸暗記しているんですけども、丸暗記したらこの忘れちゃうんですね。だいたい本試験で頭が真っ白になって、混乱して、この問題に無駄に時間をかけたりして、この問題を間違えるだけじゃなくて、時間を使ったことが原因で他の問題まで解けなくなるんですよ。つまり丸暗記学習っていうのは博打と同じなんですね。だから理解をしながら解くことによって、博打のように試験を受けるんじゃなくて、合格すべくして受験をすると。これが重要なんですよ。ちゃんと理解をして答えを導いていくってことですね。例えばなんですけども、くくって覚えたじゃないですか。例えば、ハック。ハック72か。クハ72。これは覚えてますよね。でも、13×11 はって言われたら、おそらくこれ覚えてないと思うんですよ。まあ、覚えたとしましょう。覚えたとしても、あれどうだったっけって、おそらくね、本試験になったら、頭が真っ白になっちゃうんですよ。で、通常はこれおそらく筆算をして答え導くと思うんですね。問題文で 13×11 がありましたってなったら、3、3、3、1ですね。11で、1、2、3、123が答えだって、このように筆算をして答え導くと思うんですよ。これを実際の本試験でやってもらいたいんですね。今からお伝えするこの代理権の消滅事由では。これ丸暗記ってなっちゃうと、だいたいこれ間違えちゃうんで、筆算せずに覚えてるか覚えていないかの記憶力勝負になっちゃうんで、卓研試験っていうのは覚えるものがめちゃめちゃ多いんですよ。それを全部丸暗記なんかまず無理なんでね。だから理解できるものは理解していきましょう。その一つの具体例が、この代理権の消滅事由の中の、例えばね、法定代理における本人が破産した場合は、代理権は消滅しませんよ。一方、任意代理における本人が破産した場合は、代理権が消滅しますよ。っていうのをちょっとね、今回具体例を出して理解していただいて答えを導くってことをやっていこうと思います。まず法定代理って何かっていうと、例えばあなたが19歳未成年者でしたと言った場合、あなたのお父さんとかお母さんっていうのはもう代理人って法律で決まってるんですね。法律で定められた代理人だから法定代理なんですよ。一方、任意代理っていうのは、例えば、委任状を渡して、代わりに売買契約行ってきてくださいっていう風に、あなたの意思に基づいて代理権を与える。
これが任意代理なんですね。まずこの2つ分かってないとちょっと話にならないので、まずそこを押さえておきましょう。でここでですよ、法定代理の場合っていうのはあなたが本人で、お父さんお母さんは代理人なんですね。法律で定められた代理人なんです。でここであなたが破産しちゃいましたよと、まあ、19歳ぐらいだったらね、破産する可能性ってありますよね。なので破産しちゃったと仮定しましょう。その場合、親の代理権っていうものは消滅するんですか、しませんかっていう話です。まあ、結論から言うと代理権は消滅しないんですね。これはなぜかっていうと、そもそも法定代理っていうのは未成年者であるあなたであったりとか、まあ、もう一人ね、成年被後見人って言って、まあ、認知症、ちょっと精神障害が重い方、これらの保護者が法定代理人なんですよね。親であったり、成年後見人と言われる人たちですね、保護者。こういった社会的弱者を守るために代理人がいるわけじゃないですか。つまり、あなたがもし破産しました。19歳のあなた、未成年者を破産しちゃいました。それで代理権外れますってなったら、じゃああなたを誰が保護するんですかってなりますよね。未成年者だったり、成年、非後見人だったり、そういった方を誰が保護するのってなっちゃうから、それはより保護しなきゃいけないわけですよ。だから法定代理人っていうのは代理権は消滅しませんよ。っていうふうになってるんですね。これも理由考えたら答え導けるじゃないですか。だから問題文見たときに、未成年者が破産したのか、なるほど。この場合、法定代理人の代理権は消滅する。代理権消滅したらこの未成年者誰が保護するんだよ。これは代理権は消滅しないな。だから罰だ。みたいな感じで答えを導くってわけですね。じゃあ一方ね、任意代理の場合の本人が破産した場合どうなのかって考えましょう。これ具体的に、あなたが土地を持っていました。で、この土地を売りたいと思って、もう買い主見つかりました。1ヶ月後に売買契約をしようと思ってます。で、飼い主とも話し合って、じゃあ1ヶ月後、売買契約しましょうって話をしました。その後あなたは1ヶ月後のその契約日当日、海外出張行かなくてはいけなくて、契約に行くことができません。だから小野さんと代わりに契約行ってきてくださいよ。その代わり行ってきてくれたら、1万円ね、仕事してくれるわけだから1万円あげますよっていう風な形で、委任して、委任と同時に大体報酬契約っていうのを大体結ぶんですね。今で言うと1万円あげるよ、契約ちゃんと終わったら1万円あげるよっていうような契約です。ここで代理権与えた後に、あなた、今あなたが本人ですよね。私が代理人ですよね。代理人として、売り主代理人として契約いくわけだから、私が代理人、あなたが本人ですよね。本人であるあなたが破産しちゃったよと。これどうなるかっていうと、破産した状況で、じゃあ私が契約に行って契約してきました、契約終わったらもちろん仕事をちゃんとしたわけだから報酬1万円くださいよって言いますよね。でもあなたが破産していたら、その1万円払えない可能性ありますよね。まあ1万円ぐらいならいいかもしれないけど、もし2万円10万円契約によってはもっと大きいかもしれない。そうすると破産している方は払えない可能性があるわけですよ。そうすると後々トラブルになりかねないですよね。だからもう事前にトラブルを防ぐために、任意代理におけるあなた本人が破産した場合は代理権を消滅させましょうっていうふうにしているわけなんですよ。だから任意代理である本人が破産した場合は代理権は消滅するんだよっていうふうにルールになっているわけなんですね。このように理解できるポイントがどん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 増えてくると、覚える量が必然とどん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 少なくなってくるんですね。そうすると実力もどん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 上がってくるんですよ。丸暗記学習っていうのは覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返しなんですよ。覚える量が多いですよね。多いから1個覚えたら1週間前に忘れてって、このようなのがずっと繰り返されるんですよ。一方今言ったような理解できるものを理解していくってなると、理解できるものがあって覚える量が少なくなるわけですよ。でそうするとその部分っていうのはもう何回も何回も言ったら復習すればね、頭に入るぐらいの量なんですね。だから点数が上がってくるんですよ。だから今言ったような解説の理解、これも非常に重要です。で今回お話しした3つの理解学習の要素、おさらいです。問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解、これらはすべてちゃんと実践することによって点数って上がってくるんですね。一回やっただけじゃないですよ。毎日毎日理解学習を続けることによってやっと実力が上がってきますんで、最後の動画ではこの続ける、実践して続けるっていうところに焦点を当てて解説していきます。次回の動画では理解学習を実践するためのノウハウをお伝えいたします。実践の鍵を握るのは勉強の習慣と時間の使い方です。ある重要なポイントを特別にお教えいたします。これらができれば合格できるので、最後までお見逃しなく。